本当に日本に来たみたい。売ってるじゃん、これ捨てる、九州しか売ってないアイスクリーム。楽しすぎるでしょ、食品コーナー。チャンネル登録お願いします。ファインディング。今日は初めて台湾のドンキを体験して思いっきりお買い物していきたいと思います。何があるかな。すごい、台湾も24時間なんだね。いらっしゃいませ。懐かしい音楽、トントントン、楽しい、トントントン。今日はいっぱい買っちゃうぞ。ドンキペンキン、日本だ。すごい、日本だ。これうまい棒かと思ったらさ、ドンペンがいるよ。私たちが知ってるうまい棒じゃない、日本製かな。全部中国語で書いてる。原産地台湾だって。オリジナル商品もあるんだね。たこ焼き、ここにも売ってるんだ。ここで買った方が安いじゃん。覚えておこう、今度たこ焼き粉をここで買おう。これあったらさ、簡単に鮭おむすび作れるよ。食べる？食べる。鮭の子、私キノコ派なんだよね。鮭の子しかないわ。調味料が日本のやつあるの嬉しいね。見て、鼻毛カッターってゼリー必要だな。必要だ。鼻毛出てるよ。うるさいな。日焼け止め買っとこう。鬼滅。化粧品ともコラボしてんの。何でもコラボしてるね。なんかいいものありましたか？美容コーナーです。何も言えないわ。脱毛。脱毛したいの、ゼリー。脱毛すんの？日本の綿棒、日本の綿棒と台湾の綿棒違うよね。やっぱちょっと台湾の綿棒でさ、ふわふわふわってさ、柔らかくない？硬いの欲しかった。でも日本で売ってる日本人が好きな綿棒、これ2個買います。おみくじ綿棒だって、面白い。小吉とか大吉とか書いてる。見て、唇用のパック。唇もパックするの？うるうるになる。吸する前に台湾に置くじゃん。一瞬で水たまるよね。台湾の湿気はすごい。コアゼリーは関係ない。恥ずかしい。各地の工芸品がいっぱいある。わあ、素敵なお椀だね。見て、おたるきりこ、超綺麗。あ、これ日本酒入れたら超素敵。ここは3個で99元。いいじゃん。フリフリチップスってさ、なんだと思う？ポテトチップスとかラーメンスナックを粉々にしてご飯にかけて食べるんだって。お菓子をふりかけにするの？すごいものが売ってるね。タピオカもラーメンにするんだもん。見て、おにぎりをこういうさ、ドーナツ型にするためだけの容器。でも存在してることは、買う人はいるということだ。そうだよ、だっておにぎりもさ、こうやってさ、コンビニとかで売ってるおにぎりみたいにするためのラッピングとかさ、日本のママは使ってるってことだよ。おにぎりをスティック状にするだけのための道具。こういうのも買い出したらさ、キッチンにめっちゃ収納ないとダメになっちゃう。見て、ソーセージを宇宙人にするためだけのカッター。地球を救うために。大根おろしを猫の形にするためだけの容器。かわいい猫だよ、大根おろし。すごいね、いろんなものが売ってて面白いんだけど。日本ママ最強。便利グッズがいっぱい。氷の器を作るための容器、これに水を入れて固めたら器型の氷ができるの。あとこれは水筒の形のためだけに作られた氷を作る容器。長方形の表面積を多くするためにわざわざ形作られた氷を作るためのよう、かゆいところに手が届く隅々までサービス。日本人の精神です。日本酒にかぶせる用の兜だ。6万件もする。日本酒より高いじゃん。すき焼きする用の鍋。すき焼き食べたい。ちょっと欲しいかもこれ。南部鉄器のすき焼き鍋だって。高そう。いくらでしょう？2万元。3500元。ちょっと惜しくない？安いじゃん。すごい、そういう作戦だ。隣に6万元のやつ売ってて、実用性の鍋が3500元ということで、あ、安いなって頭いいね。これ着たい。すごい、これも売ってるんだ。これ買う人いるんかな。これを着て MRT に乗るわ。捕まるよ。台湾でも日本の商品いっぱい売ってるけどさ、見たことないのもいっぱいある。何入れた？アルフォート。アルフォートは結構どこでも売ってるけど、食べたいの？同じようなお菓子が好きだよね。クッキーの間にチョコレート挟まってるみたいな。私は簡単だもん。同じようなのばっかいらないよ。私的には若干違うんだもん。いや、全部同じだもんだって。どっち？どっちか選んで。どっちか。梅干しがある。これずっと食べたかった。カリカリ梅ゲット。台湾の人ってあんまりカリカリ梅食べないよね。甘くしてあるよね。これ酸っぱい梅、子供の頃から駄菓子屋さんとかで食べてた。めっちゃ広いな。おもちゃコーナー。ここは子供がいる親御さんたちは注意しないといけない場所だね。アンパンマン、たこ揚げしようか。ダイエットするから。じゃあゼリーのダイエット用にアンパンマン
番のタコ揚げ買いました。揚げれるかな、やってみよう。入浴剤さ、全部さ、可愛いキャラクターじゃん。なぜか寿司さんの、なんでや。これでできたら子供泣くよね。台湾に来る作戦がい、これ開けたらね、猫ちゃんがまっしぐらでやってくるの。これ美味しそう。それのチューブバージョンがあった。食べたい。子供ちゃんの姿勢矯正だって。これも今日から美姿勢。何でもあるね。何やめの。ゼリーが悪いことしたらこれで1匹。じゃあ使うチャンスないじゃん。カップラーメン、インスタントラーメン、札幌一番、塩豚骨。ああ、私の大好きなシーフードヌードルがある。でも89元って超高い。360円。でもめっちゃ食べたい。でも360円のシーフードヌードルって超贅沢じゃない。私富士山で600円で食べたよ。富士山の上そんなに高く売ってんの。まあ富士山の上のカップルラーメンは超貴重だもんね。今台湾だから富士山より遠いじゃん。確かに。そう聞いたらなんか食べてもいいっていう気がしてきた。じゃあ2個買おう。贅沢。こんな贅沢していいの。ジェリーがそう言うんだったら。毎回さ、日本に行ったらさ、いっぱい買うじゃん。それを運んでくる労力とかも考えたら、ここでちょっと高くてもありだよね。便利な世の中になったよね。台北にまさかドンキが来るなんて。私大好きなヨーグルトシャッター秋田から来た。これは冷蔵庫の中に常備で入ってる。超美味しい。これ超濃厚でさ、ヨーグルトのお酒注目商品になってるよ。いや、めっちゃ美味しいんだもん。だってこれドンキにもあるんだ。こっちも冷蔵庫常備品。でも好きなのあった。ソーダに割っても美味しいし、ロックで飲んでも美味しいし。わー、日本の果物がいっぱいある。でもいいお値段する。熊本のいちごだって食べたい。生鮮食品もこんなにいっぱいあるんだ。日本のラズベリー、ブルーベリー、さくらんぼ、佐藤錦も山形から来て、かわいらしい。超大事に敷き詰められてる。贈り物だね。宝石みたいだね。超高級メロン、フルーツセット。テンション上がるね。トマトのジュース、美味しそうじゃん。だってやっぱ日本の地方にしかない調味料とかが台北にあるってすごいね。お刺身も売ってる。タコわさびも売ってる。本当に日本に来たみたい。タコ売ってるじゃん。タコ焼き作れるじゃん。やっと一家じゃなくてもいいや。行けた。お、30% オフ。だんだん遅くなると割引つくんだ。確かに。10時までいよう。カニ止まる。まだ 15% オフ。あと1時間ぐらい待ちましょう。なんでや。ラバガニアで梅干しある。美味しそうじゃん。紀州梅もある。梅干しがこんなに種類あって選べんの嬉しい。ブラックモンブラン、これ知ってる？九州しか売ってないアイスクリーム。知らない。これ絶対買う。会計する直前に買うから。見て、日本の卵が安い。日本の卵99元だよ。安い。台湾と変わんないじゃん。これだ、日本の人に言ったら全然安くないのよ。だって日本で買ったらさ、100円200円ぐらいで買えるじゃん、10個。私の大好きな納豆買おう。ゼリーの苦手な納豆大好き。じゃあ今日から毎日納豆ね。納豆いっぱい種類がある。和牛だよ。え、めっちゃ美味しそう。ステーキ食べたい。なんか思ったより高くないんだけど。だってさ、2人でさ、焼肉これぐらいで十分だよね。でも家で食べればよくない？じゃあ今日は和牛焼肉になりました。やったー。でも野菜は全然で買おう。いちご大福食べたい。お惣菜も売ってる。焼きそばパン、これは日本でしょう。コッペパンの中に焼きそば。楽しすぎるでしょ、食品コーナー。あー、美味しそう。カスタードホイップシュー、これ日本から来てんのよ。食べたい。安くないけど、やっぱ日本円に直すとちょっと手が出ない。いいよ買えば。今日はマリコのお金で会計するから。だからすごいダーパンみたいな感じでさ、買えばいいじゃんとか言って、おかしいなと思ったんだよね。そういうことだよね、絶対ね。そりゃそうだよね。でもせっかくだから買う。美味しそう。たい焼きアイス。デザートも超豊富。あ、ポッキー買う。冬限定ポッキー、アーモンドポッキー、会員になります。そんな今頻繁に日本行けないんですから。だってここも日本だもん。久しぶりだよ、この日本に帰った時みたいなウキウキ感。スーザンバウです。5000元いかなかった。はい、払ってください。あ、ありがとうございます。じゃ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 ーん。初めてのドンキこんな感じです。楽しかった。
に日本帰ってきた感じのテンションで買い物した。よかったね。イエーイ、いっぱい買った、大満足。ドンキー重い。チャンネル登録お願いします。コインディング。